どうも、丸見レンタリースです。今回なんですけれども、こちらの車両、三菱の EK スペースについて、見てまいりたいと思います。こちらの車両は当店で販売する中古車情報となります。こちらは年式2017年式、走行距離 5.3 万キロ、定員4名の、軽自動車となります。こちらについて詳しく見てまいりましょう。それでこちらの車両のコンセプトなんですけれども、こちらの車両、三菱の EK スペースでございますよね。まずスペースが何なのかっていう話なんですが、スペースは英語で、いろんな意味があります。宇宙とか、そういった意味があるんですけれども、今回は、こちら車両の中が非常に、広い車両になりますので、空間っていう意味で訳した方がちょうどいいんじゃないかなというふうに思います。こちら中がですね、非常に車高が高いので、非常に空間的に広い車両となっております。で、EK が何なのかっていう話なんですが、EK はもう車にあるあるらしいんですけれども、EK はいい軽自動車っていう言葉の意味でございます。いい車っていうことで、エクセレントカーっていうなんか呼び方もあるんですけれども、いい軽自動車っていう車両のこの EK シリーズでございますね。他にも EK 何々っていうのがたくさんあるんで、そちらの参考はこちらの後で画像載せておきます。こちらが車両のコンセプト、名前の由来でございます。それでは外観から見てまいりましょう。はい、こちらですね。赤色なんですけれども、明るすぎない赤で、そこにメッキパーツがキラキラしていて非常にかっこいい印象です。傷もなくとても綺麗な状態でした。それではタイヤの方を見てまいりましょう。こちらのタイヤ、かなり走ってすり減っている状態だったので、納車の時に合わせて私どもの方で新品のタイヤをご用意させていただきます。それではライト周り見ていきます。こちらヘッドライト、こちらハイビームチカチカ、こちらハザードピカピカです。こちらフォグランプ、結構大きめの印象ですよね。それでは後ろです。はい、こちらブレーキランプピカピカ、こちらバックハザードチカチカです。はい、それでワンポイントなんですが、こちら僕の大好きな機能でございます。こちらパワースライドドアとなっておりまして、こちら右側左側両方ともパワースライドになっております。運転席側にダブルでボタンついているので、両方とも運転席側からこちらオープンすることもできます。この大好きな機能にさらに大好きになるっていう、めちゃくちゃいい機能ですよね。両方ともボタンでクローズさせることができるようになってます。非常に便利だと思います。いい感じですよね。それでこちらスペースカスタムなんですが、こちらのグリル、なんだかデリカにすごく似ている印象ですよね。それでは今度は窓の方を見ていきます。こちら4枚とも動作チェックお願いします。後ろはそんなに開かない印象でしたね。それではエンジン周り見ていきましょう。こんな感じですね。錆びつきはもう全然ないですね。それでは内装を見てまいりましょう。こちら運転席側からですね、右側ボタン周り見ていきます。こちらパワースライドドアのスイッチなど、あとこちら ETC もついております。それではハンドル周り見ていきましょう。こちらの通りステアリングスイッチはシンプルな作りとなっております。それではインパネ周り見ていきます。こちら下からシガーソケット、そしてこちら荷物掛けフックマックス 3kg となっております。あとこちら EK シリーズで特徴的なエアコン操作パネルですね。あとここにスイッチ、ハザード、あとナビがこちらついております。こちらナビなんですけど、ちょっとこれ今3倍速なんですが、じーっと待って起動がすごい遅かったですね。はい、こちらマップ見ていきます。広域広域広域、はい、広くしていくとこんな感じの逆さジャパンです。ちょっと近づいていくと、地名はそんなにこう細かく載っているっていう感じではないですね。あとお店とかもこう表示でされるわけでもなかったので、で、あとこのように操作性は指を追いかけて地図が動いてくれるような感じです。これは非常に滑らかでした。綺麗ですね。はい、こちらがメーター周りです。こんな感じです。はい、続いてサンバイザーですね。はい、このハイルーフ系にあるあるだと思うんですけど、こちらのハイルーフ非常に大きいですね。
あとこちらにミラーがついております。するとこちらルーム灯ですね。こちら室内灯はこんな感じになっております。あと運転席助手席のドリンクホルダーはこんな感じです。あとこちらがですね、オープントレー、グローブボックス、こんな感じです。それとこちらボンネットの上に収納がありました。こちら開閉式ですね。開けるとこんな感じになっております。トレーがあるっていうような感じですね。それではこちらトランクの方を見ていきたいと思います。こちらなんですが、ちょっと特徴があって、こちらなんですけれども、2段階でフルフラットにしていく形になります。まずシートをまず倒しただけでこんな感じになります。でシートを前に突き出すと、こういう風にようやくフルフラットになるっていう感じですね。こういう違いがあります。こうしてこうしてこうしてこうなる、フルフラットですね。はい、続いて後ろの席です。こちらはさすがというべきか、もう足伸ばしてもすごいゆっくり座れますね。あとエアコンが上についているので、上から風が来るような感じで非常に快適かと思います。あとこちらはドアの内張りはこんな感じになっております。あと後ろの方なんですが、こちら窓にシェードがついておりました。はい、ということでこんな感じでございます。はい、ということでこちらの車両いかがだったでしょうか。こちらの車両の車両本体価格は108万円でございます。こちらは比較的状態が綺麗な状態で、走行もまだそんなに行ってない車両なので、まだまだ全然余裕で走ってくれるんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今回の車両はこちら三菱の EK スペースでございました。もしこちらの車両について詳しく、情報を知りたい方はですね、動画の概要欄の方にカーセンサーの URL を載せておきますので、そちらをご参考ください。もしくは、実車を見てみたい方はですね、宮城県富谷市のこちらのお店にぜひ、遊びに来てもらえたらなというふうに思います。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。